ナチスドイツの反タバコ運動とは、ドイツ人医師が初めて喫煙と肺がんとの関連性を確認して、以降、現代医学に準ずる研究として十分に認められるやり方でタバコの害を発見したことを受けて、ナチスドイツ政権が喫煙に対する反対運動を開始したものである。ナチス政権のこの反タバコ運動は、近代史における最初の公共禁煙キャンペーンと言われ、 半タバコ運動は20世紀初頭から多くの国々に広がったが、ナチス政府から支援を受けたドイツ以外では大きな成功を収めることはなかった。このドイツでの禁煙運動は1930年代及び1940年代初頭における世界で最も強力なもので、ナチ党指導部は喫煙を非難した。喫煙とその健康に及ぼす影響に関する研究は、 ナチスの指導の下で進められ、それは当時この類では最も重要なものだった。アドルフ・ヒトラーのタバコ嫌いとナチスの多産政策が禁煙運動を支援する誘因となり、それは人種差別や反ユダヤ主義と関係していた。ナチスの反タバコキャンペーンではトラムやバス、市街電車内での禁煙条例、衛生教育の促進、国防軍におけるタバコの配給制限、 兵士への衛生講義の開催、及び、タバコ税の増税などが行われた。また、タバコ広告や公共の場での喫煙の制限、レストランや喫茶店での規制も課された。半タバコ運動は、ナチス体制初期には十分な効果が上がらず、1933年から1939年にかけては、タバコの消費量は増加したが、 1939年から1945年にかけて軍関係者の喫煙は減少した。20世紀の終わりに至っても戦後のドイツにおける禁煙運動はナチスの禁煙キャンペーンほどの影響力を持つに至っていない。ドイツでは1900年代初頭から禁煙感情が存在した。禁煙家は国内初の反タバコグループ、 ドイチャ・タブク・ジェンナー・ベリン・ツーム・シセデア・ニ・ショトロッチャーを組織した。1904年に創設されたこの組織は短期間だけ存在した。次の反タバコ組織、バンドドイチャ・タブク・ジェンナーは1910年にボヘミアのトラウテナウで創設された。別の禁煙組織が1912年にハノーファーとドレスデンで設立された。第一次世界大戦後にチェコスロバキアが オーストリア・ハンガリー帝国から独立すると、1920年に、バンドドイチャ・タブク・ジェンナー・イン・デア・チェカスレバー会がプラハで、グラーツでは、バンドドイチャ・タブク・ジェンナー・イン・ドイッショ・ステリックが設立された。これらのグループは、禁煙を奨励する観光物を出版した。最初のドイツ語での観光物、デア・タブク・ジェンナーは1912年から1932年に、 かけて、ボヘミアの組織から発行された。ついで、ドイチェタブクジェンナーが1919 19年から1935年にかけてドレスデンで発行された。反タバコ組織はアルコール飲料の摂取にも反対した。ヒトラーは身近な友人にも禁煙を進めた。アドルフ・ヒトラーはもともとはヘビースモーカーだった。 一日二十25から40本の紙巻きタバコを吸っていたがそれは金の無駄遣いだと考えやめた。後年ヒトラーは喫煙を大敗的レッドマンのホワイトマンに対する怒り強い酒を持ち込んだことへの仕返しだとみなし多くの優れた人々がタバコの害に無感覚であることを嘆いた。彼はエヴァ・ブラウンとマルティン・ボルマンがタバコを吸うことに不満でありヘルマン・ゲーリングが 公共の場で喫煙することを懸念した。彼は葉巻を吸っているゲーリングの姿を描写した彫像が発注された時に激怒した。他にもヒトラーの秘書であったクリスタ・シュレーダー等も喫煙者であったが、側近者はヒトラーのいるところでは喫煙しないように心がけていた。ヒトラーはしばしば禁煙を主張した初めての国家指導者だと思われているが、イングランド王ジェームズ、また、 理由の科学的、非科学的を問わず、ヒトラー以前にヨーロッパ諸国、アラブ諸国で禁煙政策が取られた。日本でも徳川家康による禁煙令が出された。ヒトラーは軍関係者の喫煙の自由に反対し、第二次世界大戦、また兵士はタバコなしでは生きていけないというのは正しくないとも言った。彼は、 戦争が終わったら軍でのタバコの使用を止めさせると約束した。ヒトラーは個人的に身近な友人にタバコを吸わないよう勧め、禁煙した場合に褒美を与えた。しかし、ヒトラーの個人的なタバコ嫌いは禁煙キャンペーンを後押しするいくつかの要素の一つに過ぎなかった。ナチスの多産政策は反、タバコキャンペーンを奨励する大きな要因だった。 喫煙する女性は早老であり、身体的魅力に欠けると考えられ、そのような女性は、ドイツの家庭において妻や母になるには、不適当だとみなされた。人種政策局のベルナー・フティクは、喫煙する母親の母乳にはニコチンが含まれると主張し、それは、後世の研究により証明された。第三帝国時代の著名なイシマルティン・ステームラーは、妊娠中の女性が喫煙すると、 高い割合で死産や流産になると述べた。この意見は著名な女性人種改良主義者アグネス・ブラームにも支持され、1936年に出版された彼女の著書でも同じ見解が述べられた。ナチ党指導部はドイツの女性にできるだけ出産させたかったためこれに懸念を抱いた。1943年にドイツで出版された婦人科学雑誌の記事では、 1>, 1日に三本以上タバコを吸う女性は吸わない女性に比べ妊娠しない傾向があるとの見解を示した。ナチ政権下のドイツにおける人の健康に対するタバコの影響に関する調査研究は他の国々のそれよりもずっと進展した。タバコと肺がんの関連性はドイツにおいて初めて証明されたのであり、1950年代にアメリカ及び イギリスの科学者による発見が初めてであるという説は正しくない。受動喫煙という言葉を作り出したのもナチスドイツである。ナチスによって立ち上げられた研究プロジェクトは喫煙が健康に多くの悪影響を及ぼすことを解明した。ナチスドイツは喫煙の有害性に関する疫学研究を支援した。ヒトラーは イエーナ大学のカール・アステルが所長を務めるタバコの危険性に関する科学研究所に個人的な資金援助を行った。1941年に創設されたこの機関はナチスドイツにおける最も影響力のあるハンタバコ研究所だった。フランツ・イチ・ミューラーは1939年に、イーシャイラーは1943年に初めて喫煙者における肺がん研究に 疫学的手法の奨励対象を採用した。1939年、ミュラーはドイツの信用あるガンザス市場で喫煙者の含有病率が高いという研究結果を発表した。実験疫学の忘れられた父と称されるミュラーは国家社会主義自動車訓断及びナチ党のメンバーだった。ミュラーの1939年の医学学位論文は世界で 初めてのタバコと肺がんの関連性についての対象疫学研究だった。肺がん離管理率の増加や多くの原因が粉塵車の排気ガス、結核、X 線、及びの工場から排出された汚染物質などであるとしたこととは別に、ミュラーの論文はタバコの煙の重要性をより一層表立たせた。ドイツの医師は喫煙は心疾患の原因であると気づいており、 喫煙が最も深刻な結果をもたらすと考えていた。ニコチンの摂取は時々心筋梗塞が国内で増加していることの原因とみなされた。第二次世界大戦末期研究者は東部戦線でかなりの数の軍関係者が感情動脈性心不全になっているのはニコチンがその要因だと考えた。陸軍の病理学者は前線で心不全になり死亡した32名の若い。 兵士を調査し、1944年、彼らのすべてが熱狂的愛炎化であったと報告書に記録し、また病理学者、フランツ・ブフナーのタバコは感情動脈の最大の害毒であるとの意見を引用した。ナチスはドイツの一般民衆が喫煙しないよう、説得するためにいくつかの広報戦術を利用した。ガスンディスボルク、ウォックスガスンヘイト、あるいは ガスンディスレーベンといった、よく知られた健康雑誌が記事で、喫煙の影響について警告し、タバコの悪影響について書かれたポスターが貼られた。喫煙に反対するメッセージが、しばしば、ヒトラー・ユーゲントやドイツ女子同盟の協力を得て、職場の人々に送られた。ナチスによる禁煙キャンペーンには、衛生教育も含まれていた。1939年6月、 アルコール及びタバコの危険対策局が編成され、ライクスステルフィア・ラウッシュギフト・ベコンプフンも、反、タバコキャンペーンを支援した。引き縁者を擁護する記事が、雑誌、リージーナス・ジフト、アウフデア・バクト、及び、レーヌ・ラフトなどに掲載された。これら雑誌の中で、レーヌ・ラフトが、反タバコ運動の中心となっていた。カール・アステルの異例な大学タバコの危険性に関する、 科学研究所は、例のラフトを購読し、数百部再販して配布した。健康に対するタバコの悪影響が認識された後、いくつかの禁煙法が成立した。1930年代後半になると、ますます反タバコ法が、ナチスによって施行されるようになった。1938年、ドイツ空軍及びライヒスポストに喫煙禁止が課された。喫煙は、医療機関だけでなく、 一部の観光庁や介護施設においても禁止され、助産師は仕事中の喫煙を制限された。1939年、ナチ党は投資施設内での喫煙を全面禁止し、新英隊長官ハインリヒヒムラーは警察関係者及び新英隊将校の勤務中の喫煙を制限した。喫煙は学校でも禁止された。1941年、 ドイツの16の都市でトラム車内での喫煙が禁止された。防空壕内も禁煙とされたが、いくつかのシェルターは喫煙室を用意していた。特別治療施設では女性の喫煙を防ぐ措置が取られた。ドイツ医師会会長はドイツの女性はタバコを吸わないと宣言した。第2次大戦中、妊婦25歳以下及び55歳以上の女性には、 タバコの配給権が支給されなかった。サービス業及び食品小売業の女性へのタバコ製品の販売制限が課された。女性向けの反タバコ映画が一般公開され、喫煙の問題と影響について論じた社説が新聞に掲載された。これらの事柄に関して徹底的な方策が取られ、国家社会主義経営細胞組織の一地方局は、 公共の場で喫煙した女性は除名すると発表した。反、タバコキャンペーンの次のステップは1943年7月に現ああれ、18歳以下の公共の場での喫煙が禁止された。翌年、ヒトラーは女性の乗客が受動喫煙の被害者になることを恐れ、個人的に主導してバスや市外電車内での喫煙を違法とさせた。タバコ製品の広告制限にも制限を課し、 1941年12月7日に法が制定され、広告協議会会長のハインリッヒフンケはそれに署名した。喫煙が無害であるかのような、あるいは男らしさの症状であるかのような広告は禁止された。反タバコ活動家をからかうようなことも禁止され、線路、農村地域、スタジアム、及び競争路での広告ポスターの使用は現状維持とされた。 ラウドスピーカー及び郵便による宣伝もまた禁止された。喫煙するドイツ落下産部隊の兵士喫煙制限は国防軍にも導入された。タバコの配給は兵士1人当たり1日6本に制限された。余ったタバコはしばしば特に膠着している戦場において兵士間で売買されたが、これらは核兵士1ヶ月あたり50本までに制限された。 ヒトラー,ユーゲンとのメンバーで構成された第 12SS 総甲師団所属の10代の兵士たちはタバコの代わりにキャンディーを支給された。国防軍婦人補助要員のタバコの入手は許されなかった。軍関係者に喫煙を止めるよう促す衛生講義が用意された。1941年11月3日、タバコ税を小売価格の約80から95%に引き上げる条例が 布告された。これは、ナチ政権崩壊後25年以上経った時点でも、最も高い上昇だった。当初、半タバコ運動は小規模で、その影響力は極めて小さく、初期の禁煙キャンペーンは失敗したと考えられている。1933年から1937年にかけて、ドイツでのタバコ消費量は急増し、国内の喫煙率の上昇は、 隣国のフランスより高かった。1932年から1939年の間のフランスでの一人当たりの紙巻きタバコ消費量が年間570本から630本に増えたのに対し、ドイツでは570本から900本に増えた。ドイツのタバコ製造会社は反、タバコキャンペーンを弱体化させるためのクワてをいくつか言った。彼らは雑誌を相刊し、 反タバコ運動を、強振的、非科学的として伝えた。タバコ業界も、政府の女性の喫煙を止めるためのキャンペーンに反対し、広告にタバコを吸うモデルを起用しようとした。また、タバコと女性が描かれた、ファッションイラストレーションが、バイアーズ・モード・フィア、アレのような有名な出版物に掲載された。ヒット曲、リリー・マルレーンのカバーアートには、 歌手ララ・アンデルセンがタバコを持つ姿が採用されている。政府の取締りをよそに、ナチス高級官僚の妻を含む多くの女性が日常的にタバコを吸った。例として、マクダ・ゲッペルスは記者から取材を受けている最中でもタバコを吸っていた。1930年代の終わりと第二次大戦初期にナチスは反タバコ政策をさらに施行し、喫煙率は減少した。 国防軍内での反タバコ方策実施の結果として、1939年から1945年の相場兵士の総タバコ消費量は減少した。1944年に実施された調査によれば、国防軍内における喫煙者数は増加したが、平均タバコ消費量は開戦直前に比べ23.4%減少した。1日あたり30本以上タバコを吸う喫煙者は、 4.4%から0.3%に減少した。ただしナチの反タバコ政策には無盾もはらんでいた。例えば国民の健康及び健康の義務政策を実施しながら、それと同時にナチスが喫煙する資格のあるグループとみなした人々へのタバコの支給も行われた。他方では資格のないあるいは虐げられたグループはタバコの入手が認められなかった。 国民の健康への懸念は別として、ナチスはイデオロギーによる大きな影響を受け、この運動は特に人種改良及び肉体的純潔の概念の影響を受けた。ナチ党指導部は、喫煙は支配民族にとって不適切であり、タバコの消費は民族の堕落に等しいと考えた。ナチスはタバコを遺伝子の毒とみなした。人種改良主義者は喫煙に反対し、 ドイツ人生殖質が汚染されることを恐れた。ナチの反タバコ活動家はしばしばタバコをアフリカ人変質者の悪臭と表現しようとした。ナチスはユダヤ人にタバコとその悪影響を持ち込んだ責任があると主張した。ドイツのセブンスデーアドベンチスト教会は喫煙はユダヤ人によって広められた不健康な悪臭だと発表した。ノーディシャベルトの編集者 ヨハン・フォン・レールスは1941年、タバコの危険性に関する科学研究所の会所式において、ユダヤ資本主義には、喫煙をヨーロッパ中に広めた責任があると公言した。彼は、最初にドイツ国土にタバコを持ち込んだのはユダヤ人であり、ヨーロッパにおける主要なタバコ層、陸揚げ拠点であるワムステルダムのタバコ業界を牛耳っているのだと語った。 戦後持ち込まれたタバコヒトラーは、ベルリンの戦いの末期に、相当地下号で自殺を遂げたが、秘書の一人、ゲルダ・クリスティアンの回想によると自殺直後の地下号は、虚無的な雰囲気に包まれると同時に、それまでヒトラーに遠慮していた人々が、大っぴらにタバコを吸い始めたと言われている。第二次世界大戦が終了し、ナチスドイツが崩壊した後、アメリカのタバコ製造会社が、速やかに、 ドイツの闇市場に進出した。タバコの密輸が一般化し、ナチス禁煙キャンペーンの指導者らは暗殺された。1949年、アメリカでおよそ4億本の紙巻きタバコが製造され、毎月ドイツに不法に持ち込まれた。1954年、20億本のスイスタバコがドイツとイタリアに密輸された。マーシャルプランの一環として、アメリカはドイツに無料のタバコを送った。 1948年にドイツに送られたタバコの量は2万4000トンに上り、1949年には6万9000トンになった。アメリカ合衆国連邦政府はこの計画に7000万ドルを使い利益に飢えていたアメリカのタバコ製造会社を大喜びさせた。戦後ドイツにおける一人当たりの 年間タバコ消費量は1950年の460本から1953年の1523本へと着実に増加した。20世紀末のドイツにおける反、タバコキャンペーンは1939年から1941年の水準にまで届かず、ドイツのタバコと健康の研究はロバート・ N ・プロクターをして沈黙したと言わしめた。ありがとうございます。